写真集今日買ったんだちょっといつ買おうって悩んでたんですけど、あのあんこちゃんとのツーショットがもらえるって見た時に絶対今週にしようって思いましてでずっといつ買おうかなって悩んでたんですけど、そうです、本物ですよ皆さん私本物ですよ。あのそう、最初同姓同名かなってゆめりんちゃんに思われてたんですけど、ちゃんと本物ですよ皆さんちゃんと本物です。あんこちゃんとのツーショットの写真、あのめっちゃ欲しいって思って、ゆめりんさんとのツーショットめっちゃいいやつ。私前ゆめりんさんのがの一番最初にファースト写真集をあのが出ますってなって前も配信で買ったんですよ。でもその時はもうバレると思ってなくて、そしたらめっちゃリスモンかって出てしまって焦って、でも今回はちゃんとね、ちょっと今回は分かりました。そう、前もねちゃんと本物ですよ。サヤの時も配信で買った、買いました。まだ届いてない、まあ、それはみんなそうかまだ届いてないんですけど、楽しみに今待ってるところですね。眉毛ぐらい描こうって思ってるんですけど、取れない。何で書こうか、これで書こうか。サインもらうよ明日の SNS。 あ、気をつけてきてね。もうかもね、めっちゃ明日早くて今日4時起きなんですよ。あ、今日っていうかもーちゃんすっぴん、もーちゃんは今すっぴんからメイクしてるんですけど、女の子にしょっぴんって聞いちゃダメだよ。明日も早い、明日ね早いんですよ。言うタイミング逃しちゃったんだけど、届いたです。言ってよ、いつ言ってくれても構わんかったのに、おめでとう言ってよ、お祝いしたいよ、おめでとう、誕生日おめでとうね、また会おうね。ごめんで、ね、全然悪くないよ、そりゃ今日お祝いできたからよかったです、逆に言ってくれてありがとう。そう、明日6分、そうなんですよ明日、めっちゃ適当になっちゃった明日会えるの？よかった。じゃあ明日おめでとうの気持ちで、あの目合わせますね。久しぶりの、そう最近久しぶりかもしれない。今ちょっとだけメイク足してる。そう、用事が合えなくて、あら用事があるの、仕方ないよそれは。また東京行きますね。いっか。もう誕生日メールって返信メールっていうか、そのなんか送ってく、マネージャーさんが送ってくれたやつ見る。そう、あとツイッターのやつとかもは普通に個人的に見てるんですけど、体調大丈夫ありがとう。昨日ねそう昨日
あのホテルに泊まるよ、もう泊まる予定やと思ってたんですけど、なんか企画の内容言えないから何とも言えない、今は説明できないんだけど、もう泊まるやろ今日って思っとったらちょっといろいろありまして、急遽っていうか、もう泊ま、その日泊まるかどうか分かんなかったんですよ昨日。そのもしかしたら1日で帰るかもしれんし泊まるかもしれんっていうものだったんですけど、もう泊まるやろって思ってたんですけどちょっと最後の最後でね、あのいろいろありまして、ちょっと帰ることになってしまいまして、そう終電で帰ったんですけど、だから結局もう配信もできなかったんですよ。家着いたのが12時とかで、そうしかも朝も4時半起きだったから配信する時間なくてそうそうなんですよ。ちょっと今はチケット、多分わかんない、見てない、チケットあるかどうか。でもなんかそんな強制的に絶対やろうっては最近は思ってないから、そう公演終わりのショールームから寝てない的な内容聞いて大丈夫かなってそう昨日はちょっと大変だったかも。でも楽しかったことももちろんあったんだけど、なんかめっちゃ途中てか朝めっちゃしんどくて、お昼くらいまで、お昼くらいまでそうめっちゃしんどくて、もうやばいってなって、途中もう精神的にもしんどくなって、もう移動しながら一人でめっちゃ一人でしくしく泣いてたんですけど、お昼くらいから元気になりました体調もう体調もしんどかったけど頑張らないといけんって思うから、それでしんどくなったんですけど、でもお昼とかからだいぶ体も元気になって、それで愛子じが、と昨日は結構一緒にずっと話してて、愛子じと仕事が一緒だったから、それで結構元気が出ました。ちょっと最近ね体調が悪くなったりして申し訳ないんですけど、寝坊注意寝坊注意だ、気をつけてね。寝不足もそうだね、寝不足もあるんですけど、結構ね誕生日の方もう一人出して、嘘気づけなかった、待って探し出したい、ちょっと待って、ごめんね、あ、ごめんなさい、自分もタイミング逃したけど、一昨日誕生日です、同じ日じゃんごめんよ今気づけんくて、ねえおめでとう、言ってみんな、いつでも言っていいよ、遠慮せんでも全然ね、私はあのお祝いしたい派の、お祝いしたいのでいつでも言ってね。私もんかがその日配信できなかったとかあっても全然次の日とかに言ってくれたら、同じ日だね同じ日じゃん、おめでとう誕生日祝い、そうですね、もうやっぱもうのファンの方々の誕生日はお祝いしたいなって思ってます。もちろんお祝いっていうか伝えたいなって、おめでとうって、こんばんは、こんばんは、
優しい。お祝いしたいからね。ファンミーティングとアザージャケットサイン会もしくはありがとう。そうファンミーティングの受付も12日まであって、アザージャケットサイン会も始まってるのでぜひぜひよかったらお待ちしてます。モカの誕生日もね、もうついに今月なので結構だいぶ近くなってきました。アザージャケットサイン会にしてありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとう。120文字なんだ。そうなんだ、メッセージ120文字なんだ。ありがとう、書いてくれてありがとう。ぜひぜひ今回のね、あのアザージャケットっていうか、あの今回のあの写真めっちゃお気に入りなのでちょっとおすすめですね。誕生日が、そうめっちゃ誕生日が近づいてきちゃった。早いね。 A と B どっちがおすすめ、どっちがおすすめかな。そうね、これもそれは好みよね。19歳になる。そう、20歳ではないです、まだ。両方申し込むからありがとう両方おすすめよ。仕事で見れないかも。あら、でもメッセージ言うからね。ファンミーティング申し込みしてる。嬉しい。ありがとう。もちゃんが映ってるな。A でも B でも混ざってきたね。あ、そうなん、同じなの。あ、そっか。けどそうね、ももが映っとるのは B、 タイプ B だからってことか。そうね、タイプ B。 CDは B が、なんかが映っとる方がおすすめかな。メッセージ悩んでる。悩むよね何でも嬉しいよ。タイプ B にした。今回の衣装のおもちゃが好きすぎてされないいや可愛いよね今回の衣装、私も大好き、めっちゃ気に入りよ。ファミはいけないけど、アザージャケットもしくは、ありがとう、感謝です。本当今日も足短め大丈夫、ありがとう。今何時、10時半くらいまでやろうかな。じゃあやった。そう読まないで、あ、そう読まないでね、もう全然ありですよ。私だけ読むのでも。ファミはカントミン泣きながら想像してる明日行く、待っとるよ。また東京でもファミしたいねX の投稿より短い。そうだよね、結構120文字ってなんかいっぱいあるように見えて少ないよね。こんばんこんばんは。読まないでねって書くの、全然ありですね。その全然読んでもいい方は読みたいけど、ちょっと恥ずかしいって方は、書いた上でみんなの前で読まない。そう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 。あ、生誕祭のお知らせ全然出ないね。悲しい。早く出てくれんとみんながお休み取れない。
お休みもそう、土日だってもさあれだもんね。だってなんかホテルとかさいろいろあるもんね。平日なの？いや全然決まってないですね。そうだね、もう誕生日近い人めちゃ多い。お休み取るってことは平日、いや全然そんな考えずに言いました、ごめんなさい。こんばんは、こんばんは。そうそうなの、日曜日とかだったら例えばね、本当にまだ決まってないことなのであれなんですけど、いろいろあるじゃん。でも平日でも土日でも、例えば土曜日とかでも金曜から来たいって方もいるかもしれんし、その遠い人とかは、こんばんこんばんは。うん、またぎ配信今年からできる、できそうだったらするって感じかな。仕事のあれとかもあるかもしれない。そう、次の日ファンミーティングだからまだ全然決まってないです。その日に仕事あるかもまだ分かんなくて、当日なのでまだ分かんないけど、こんばんこんばんは。うん、スケジュール次第でもあるね、もちろん。そう、もちゃんが楽しめるならいつでもいい。ありがとう。お仕事直前決まることもあるから大変。そうね、ちょっと大変なこともあるね、やっぱ。今日誕生日でおめでとう。ファンミでおめでとう言ったね。あー、ありがとう。休みの日に行くんです。そうなんよ、そうなんよ。ファミで歌ってくるの。にゃん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 、こんばんは。いや明日ちょっと不安なんだよね。明日合わせる時間がなくて、明日当日合わせだからちょっと不安なんですけど。ちょっとねレッスンがね入らなかったんだよね。いやぶつけではないね、その前にみんなで合わせます。阿波踊りあるかな、あったら初めてよ私。できるかな。ファンミの安い方の席とツーショットがないのなんとかできませんか。え、全員ツーショットがいいってこと。
でも多分あれ、ももかが決めてるわけじゃないから難しいかも。みんなと撮りたいけど、多分運営さんが決めてる。こんばんは、こんばんは。こんばんは。にゃん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 。年齢に桃ちゃんとリアルのツーショットって撮ったことない。あら、また待ってるよ。なんでみんなとツーショット撮らないんだろうって。なぜ。うん、でもごめんね、もう形ではどうにもすることができないから。ファンミーティングのお洋服は多分どうかな、自分で用意するかな。たら髪は衣装だとか聞いた。どうしよう。でも確かに迷ってる部分ではある。どうしようかなって。こんばんは、こんばんは。忘れたら寝るの。めっちゃ寝るやん、冬眠しちゃう。カメコってスマホでもいいの？いいんじゃないかな。でもなんかファンミーティングにそういうなんかカメコとかあるの知らなくて、私もびっくりしました。あれあるんだと思って。そう、みんな一緒のなんか感じの席かと思ってて。でもなんかその席は多分特典とかはあるけど、それ以外の席は多分なんか公演みたいな、なんかソロ公演みたいな感じだと思う。ソロ公演なんて言ったらいいんだろう。ももちゃんが SNS 関連であげてるお洋服が良くて、にありがとう。ディオンホールさんめっちゃ久しぶりやね、公演とか。ディオンホールさんは
前のイベントもやった場所で、スペシャルイベントみたいなスペイベもやった場所で、なんかめちゃファンの人の顔が見えるから好きの場所。スペイベのソロイベントもよかった。そうよかった。そうイディオンさんは横に広いから後ろの方でも顔がすごく見える場所なので、どの席でもみんなの顔は見えるし、レッスン送れたり全然できるけ。そう、あ、チキとかダメなんだ。書いてくれて、デジタルカメラ一眼で、携帯電話、スマートフォン、タブレットが OK。ありがとう、教えてくれて。後ろで隠れるって。見つけちゃうよ。全員も欲しいです。ね。で席埋まるんかな、大丈夫かな、来てくれますかねみんな。ファミのプレミアだとツーショット、そうなんよ。私も知らなかったけどそういう席があるみたい。そう、チケット外れないかしら、本当。そんなにみんないれば、いてくれますか。みんなすねないで。落選したらすねないで。こんばんこんばん。さあやの、なんだ、落選したでかな。さあやはもう大人気やけんよ。もうかは全然やから。外れたら遠くの話しか慰めてくる、もちろんですよ。よしよしってよしよ、また待ち寄るよで、そう、こんばんこんばんは。ツーショットじゃなくてもーちゃんワンショットが言うさ。でもワンショットかやったことないよね。なんか3期生ちゃんは前さカメラでやったけど、私たちはツーショット会はこの間ね始まったけど、ワンショットはないですね、まだ。明日の六本木で徳島県のイベント行かなかなと思う。もーちゃんいるよね。あ、もーちゃんいるよ、お待ちしてますよ。ウシウシしてほしいから癖してる。おいおい来いよ。ワンショット動画ないよね。あのお姉ちゃんとかよく言ってたんですけど、私まだやったことないですね。行ってみたいけど、外れた時はもういいってことだから、それはそれでやるかも。ありがとう、優しい。姉ちゃんのワンショット面白くて元気ないって聞いた。めっちゃいいじゃん。いいね。
AKB さん、そうやってた。ももが最初緊張緊張する、なんかね、噛んだらどうしようとか思っちゃうの。23日のオンラインで慰めよう。こんばんこんばん。23分、ありがとう教えてくれて。27分くらいになったら読むね。ハミ当たってもよしよし、ありがとう。じゃあ当たってよしよしね。いいよ当たって。こんばんこんばんは。最近なんかプチ嫌なことが多いんですけど、皆さんは最近どうでしょうか。運はいいですか最近。当たってよしよしよし、それはさ。うん、こんばんこんばんは。最近悪くないよ、いいじゃん。嫌なことがそれそれ悪い。あら、明日の論法にて無料じゃなかったあれのイメージがあったんだけど、最近帰り際に仕事が前降りてきて、すーつらい。あ、申し込みされちゃう。あら、私の嫌なことはですね、お気に入りのエレガンスのリップがなくなって、本当に心が最近つらいんです。あ、言ったっけ。あ、言ってないか。言ったかも。言ってない、言ったかも。いや、分からんなってきた、私が自分が言ったのか。みんなにさあ、明日はフリーで見れます。多分もーちゃんのクリアファイル、ね、あら、うん、初耳か。そうですね、なんかしかもそれめっちゃ奮発して買ったあのエレガンスのリップなんですけど、この間の公演の日から私がどっかに置いてから、そっからなくなってしまって、すごい心が2日間ぐらいお高め、めっちゃお高め、4000円くらいしたの。もう泣きそうって思ってる最近。それがずっと心が痛い最近。え、残ってた、買ったばっかりでめっちゃ気に入ってて、あ、もうめっちゃお気に入りやんこれって思って公園とかでもつけてたんですけど、なくなった。そう、結構探したんですけどね、なくて。うん。悲しい。もう自分で買うのなんか悔しくて、一回買ってるものを買うのはだから、どうしようって思ってるところです。にゃん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 、時間こんばんこんばんは。買ったけどありがとう、気持ちで嬉しいよ、ももが。でも他にもまあリップは持っとるけ、まあそれでなんとかって感じ。そう、このリップがあるからね、ケイトのリップが。今日はすぐね、今日はちょっと明日のやつ、今日ちょっと見てたんですけど、お昼もう一回見ようかなって。明日のなんかフリーとかポジションとか結構違う、今も久しぶりのポジションとかも多くてですね、頑張ろうと思っております。
違うものを送っておきました。ありがとう。こんばんこんばんは。では4時半起き頑張ります。噛みてしまった。どっちだろう。ちょっともう一回確認してみると、ちょっと分からんかも。早起きチャレンジです。13位のエイトさんありがとう。ジニのアサスさんありがとう。ももこみうちは持ってこ持ってって。11位のマピアノモピさんありがとう。ファンミアのザージャケット楽しみ、ありがとう、楽しみにしてるね。10位のコウジさんありがとう。明日東京にいる、時間的に六本木行けない、悲しい。あら。また待ちよるよ、待っとるね、ありがとう。9位のしいたけさんありがとう。8位のタロイモさんありがとう。7位のふみやとまくうふふさんありがとう。6位のゼータンさんありがとう。明日寝坊しませんように六本木で会おう。体調には気をつけてね、ありがとう、待っとるよ。5位の福ちゃんありがとう。おもちゃのおでこだし、おしです、今日おでこだね。ありがとう。4位のゆうさんありがとう。3位の夢で一世もかちに会いたいな。じゃあ今日私夢で出張して会いに行くわ。あ、変わっちゃった。で、読めてないかと思ってね。13位のアザースさんありがとう。12位のマピアノオッピーさんありがとう。11位のコージさんありがとう。10位のタカキさんありがとう。明日愛媛のイベント行きます。おーちゃんいないこと、あ、気づいてなかったんか。いやー、浮気しちゃうの明日。9位のしんたけさんありがとう。8位のタロイモさんありがとう。7位のふみやとまく夫婦さんありがとう。6位のジェターさんありがとう。5位のユウさんありがとう。リップ見つかりますよね、ありがとう。見つかりますように。4位のトシさんありがとう。3位のフクちゃんありがとう。2位のお疲れさんありがとう。明日のポッに行くよ。来てくれるんですか、待ってます、ありがとう。1位のドラゴンさんありがとう。お誕生日のお祝いありがとう。明日も会おうね、おめでとうね。明日楽しみにしとるよ、ありがとうございました。どんなリップか情報くれ、見つかるようにお願い。なんか金色のリップで、リップっていうかグロスリップみたいな、こんなやつで、長めのやつで、すごいうるうる可愛いピンクのリップでした。そう、唇プルプル系のリップだったんやけどね。メーカーはエレガンスっていうやつの。明日もーちゃんに会いに来てくれるの、待ってる。今日のリップも可愛いやろ。明日割とがっつりライブある。そうですね、結構がっつり、なんか普通に何曲か、結構なんか2曲とかではないです、結構もっとあります。ユミさんの写真集、めっちゃ楽しみです。早く届いてほしいなって思ってる。ではありがとうございました。明日お仕事頑張れ、またね、明日待ってます、ありがとうございました、ありがとう、おやすみ。